バフタング4世はバグラティオニチジョージア王国の王。バフタングはジョージア王アレクサンドレ1世の長男であり、母親はシュニク神戸主権2世ヨルベリアニの娘ドゥランドフティであった。バフタングは1433年、当アレクサンドレによって共同君主に任命された。1442年に父アレクサンドレが退位するとバフタングは 王位を継承し、弟のディミトリとギオルギを、ジョージアの共同君主の座に残した。バフタングの統治は、貴族間の競争と王国の全般的な不安定さによって脅かされた。18世紀の歴史学者、バフシティ・バグラティオニによると、バフタングは黒羊朝のジャハーンシャーによるトルクメンの、ジョージア侵攻にも直面した。バフタングは、ジョージア南部アハルツィヘニテ、 ジャハーン・シャーと接触。激しい戦いとなったが、撃退に成功した。ジャハーン・シャーはその夜に戦場を離れ、タブリーズへと帰還した。バフタングは1442年にザ、ザザ・パナスケルテルツ・セシビリの娘シティハトニと結婚。シティハトニとは、子供なく1444年に死別。バフタングは1446年12月に死去し、タオクラルジェティのバナ大聖堂に、 シティハトゥニと共に埋葬された。バフタングの光景は、弟のディミトリとギオルギが争うことになったが、これは、ジョージアの支配権をめぐる、激しく長い戦いの始まりとなり、最終的に、ジョージア王国の分裂という結果になった。ありがとうございます。